七つ海三竿、1927年10月18日から1994年12月24日は、1950年代に活躍した茨城県、佐島郡七郷村出身の大津の力士。立浪部屋に所属していた。最高位は、西前頭十二枚目。現役時代の体格は188センチメートル、109キログラム。特異種は、左四つ。 次、小股救いなど。小学校を卒業後、地元の消防署に勤務していたが、19歳の時に、立浪部屋へ入門。1947年6月場所で、初土俵を踏んだ。当初の執行名は、本名と同一の、野口。その後、七使いに改名したが、これは、故郷の佐島郡七合村にちなんでいる。以来、恵まれた体育を生かして、順調に出世し、 1952年9月場所で新十両に昇進。1954年1月場所では新入幕を果たし、以後は幕内会から十両で長く活躍した。長身を利した釣り寄りの攻めを得意とし、背中を丸めて長いリーチを生かした足取りや渡し込み、小股すくいなどの小技も見せた。しかし、足腰が脆く、幕内4場所目において、 ケイツイを念座したこともあって、力士としては体制できなかった。取り口や体格が、戦前の幕内力士、大波によく似ていたという。1959年、9月場所後、31歳で廃業し、以後は、東京都葛飾区立石にて相撲料理店、七使いを営んだ。1994年12月24日、聖居。去年67。なお、七使いは、 現在、遺族が経営している。ABCDE ベースボールマガジン社、大相撲名門立電シリーズ、タツナミベア p 2 6軽追念座により8日目から、途中休場。ありがとうございます。